はいどうもパルでございますと、はい、前回の動画でねお知らせしました通り、今回ですねこちら目の前に見えておりますラブライブスクールアイドルコレクション第14弾のおかわりさせていただきたいと思います。はい、前回の動画ねまだ見てないよっていう方は概要欄の方にリンク貼っておきましたので、そちらからねご視聴いただけるとありがたいです。ぶっちゃけそっちを見てからこっちの動画を見た方がいい、マジで。今回はねおかわりということで、まあ、前回当たったカードは結構さらっとね行かせていただきたいと思っておりますので、ね、そちらご了承いただけるとありがたいです。では行こう。はい、いつも通りね上のハサミで切らせていただきましたと。はい、今回の僕の目標はスペシャル以上の花丸ちゃん、そしてリアちゃんを当てることです。行かせていただきましょうか。よいしょ。はい、じゃあ行きます。はいと、お、ミュージカル、あ、こちらですね。前回も当てました。奇跡怒りのミュージカル来てくれましたと。はい、裏側こんな感じですね。まあ、今みたいな感じでね、結構さらっと行かせていただきます。じゃあ行きます。3、2、1。はいと。お、来てくれました。カーナンちゃんですね。ブラメロのカーナンちゃん。いや、これ、笑顔素敵すぎるだろ、マジで。うーわ、このね、ちょっとこう、こっち側から風を受けてますよ、みたいな感じの。いや、いいですね。カナンちゃんめちゃくちゃ可愛いですね。はい。というわけでね、ブラメロのカナンちゃん来てくれました。はい、じゃあ次ですね。どんどん行かせていただきましょうか。3、2、1。はいと。お、来てくれました。セーラさんですね。はい、来てくれました。ビリーバーゲンのセーラさん当たりましたと。やっぱほんと、セイントスノーの2人、ブの2人めちゃくちゃ、薄い。やっぱり序盤で来るのね。絶対序盤で来るじゃん、本当に。もう後半まで我慢できないのかな。なんでこう毎回さ、最初の方で来ちゃうかな、ユーラウルトのスリープね。まあまあ、全然いいんだけどね、とりあえずこれは最後に行かせていただきますということでね。ちょっとなんだっけ、最初何の話したんだっけ、今。ユーラウルトのスリープで全部吹っ飛んだわ。はい、じゃあ行かせていただきましょう、3、2、1。はいと。お、来てくれました、ようちゃん。はい、前回のなかなか来てくれなかったようちゃんがね、今回スーパーレアでね、序盤に来てくれましたと。かわいい。これ、短い髪をさ、こういう風にまとめてる。これめっちゃかわいい。この短いなりにこの頑張ってるこの髪型、この努力がかわいい。めちゃくちゃ好きですね。いや、めっちゃかわいいよ、ちゃん。なんかね、こう、アニメ版だとね、この髪型しか基本見せてくれないじゃないですか。こう、映画になるとね、こうやってね、しっかりと結んでくれた衣装を見せて、衣装じゃねえな。結んだ髪型をね、こうやって見せてくれるということで、はい、スーパーレアのね、ようちゃん来てくれました。そう、セイントスノーの話ですよね、そう。セーラさんに当たって嬉しいんですけど、僕はあなたの妹が欲しいです。はい、じゃあ次行かせていただきましょう、3日。はいと。お、来てくれました、ようちゃんですね。ブラメロのようちゃんでやって来てくれましたと。今回はようちゃん率異常なしですね。異常ない方が異常なんだけどね、俺的には。全然当たらないからね、基本的に。はい、じゃあ次行かせていただきましょう、3日。はいと。お、来てくれた。リアちゃん、うわ、この涙流してるリアちゃん、かわいすぎる。いや、本当にさ、あのね、涙流したから、走るシーンあるじゃないですか。あそこで本当にうるっときたもんね。いや、もうリアちゃんようやく来てくれたということで、あ、そうか、メモリーのですね、メモリーでリアちゃん来てくれました。裏返してみると、こちらもリアちゃん来てくれました。このね、ほんと姉様とこの向かい合って、やーべ、ほんとに可愛すぎるリアちゃん。いや、ようやくですね、ようやくね、リアちゃんが来てくれたということで、いや、いいですね。今回ね、序盤からセイントスの要素がなかなか強いということでね。はい、というわけでね、メモリーのリアちゃん来てくれました。はい、じゃあ次、どんどん行かせていただきましょうか、3日。はいと。お、マリさんですね。来てくれました。逃走メソメビウスループのマリさんということで、これ、前回のやつと合わせてね、3枚とも揃えることができましたね。3年生。いや、ありがてそして裏返すと、はい、笑顔のマリさんですね。マリさんのこと、盗撮しないでください。このね、ほんと、マリーズママにね、ほんとに自分のことを認めてもらった時のこのマリさんのこの表情、ほんとに可愛すぎますよね。はい、というわけでね、レアのマリさん来てくれました。はい、じゃあ次ですね、行かせていただきましょうか。よしお、3、2、1。はいと。お、来てくれました、セーラさん。スーパーレア、スーパーレアの方か。そうか、スーパーレアの方にもね、こうやってセイントスノーがいてくれるということ。やべえ、今回序盤からほんとセイントスノー要素もりもりで、僕めちゃくちゃ嬉しいっすよ、今回。やば、可愛い。かわいい、かっこいい。ああ、この表情ね、ほんとに。もうこのリアちゃんを心配するね、まさに姉様、ほんとに姉様尊い。いや、てか、そしてこっちはかっこいいしさ、もうビリーバーゲインのさ、衣装とね、曲、ほんとにもう全身鳥肌立つ、あれは素晴らしすぎる。マジで神曲すぎますよね。はい、というわけでね、スーパーレアのセラさん来てくれました。さあさあ、スーパーレアがガンガン、おーふぅスーパーレアだけじゃなくて、こっちの方もガンガン当たるな。
いや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 、俺さ、すごくない？前回もそうだったけどさ、もう全部序盤で出てくるやん。まだ2桁パック突入してないからね。なんなんだろうね、本当にこれはね、もう特殊能力としか言えないっすよね。もうこれが俺の実力ということでね、次行かせていただきましょう。3日、ハイト。お、来てくれました、ミュージックカード、こちらが。はいはい、ブラメロですね。ブラメロのミュージックカード来てくれました。この、ジャケいいよね、本当に。セイントストーンの2人と、この1年生3人がね、こう並んでるやつ。これめちゃくちゃ可愛すぎる、ほんと。本当に好きすぎますね、裏側が。あー、そしてね、ブラメロの衣装でみんなめっちゃ飛んでる。ほんとにめっちゃ飛んでる。はい、そんなわけでね、ブラメロのミュージックカード来てくれました。はい、こちらが10パック目ですね。てかさ、今回もね、ちゃんとボックスに入ってた通りの順番にここに置いたんですよ。それなのにこれっていうね、すげえな、マジで。はい、じゃあ次行かせていただきましょう、3日。はいと。お、チカチーですね。来てくれました。ホップストのチカチーですね。いや、いいね。ほんとかわいい。はい、というわけでね、ホップストのチカチー来てくれました。はい、じゃあ次、どんどん行かせていただきましょうか、3日。はいと。お、リコちゃんですね。ブラメロのリコちゃん来てくれました。この裏側可愛いっすよね。はい、だけどね、ブラメロのリコちゃん来てくれました。はい、じゃあどんどん行かせていただきましょう。よし、はい、じゃあ行きます、3日。はいと。お、花丸ちゃんですね。来てくれました。ブラメロの花丸ちゃん。ほんと神々しいよね。ほんとに好きすぎる。はい、だけどね、花丸ちゃん来てくれましたと。やっぱね、自分の推しである花丸ちゃんはやっぱ全種類こう揃えていきたいですよね。はい、じゃあ次行かせていただきましょうか、3日。はいと。お、来てくれました、ミュージックカード、こちらが。はい、ホップストですね。ホップストのミュージックカード来てくれたということで、裏返すとね、これ全員集合になっておりますと。はい、じゃあそんなわけでね、ミュージックカード来てくれました。で、前回はね、ミュージックプラスの方が来たんでね、今回メモリープラス当てていきたいですね。というわけで次見ていきましょう、3日。はいと。お、来てくれました、リアちゃん。やったぜ、こちら。このね、このセイラさんと揃えることができた。いや、これめちゃくちゃ大きいですね。いや、リアちゃん可愛いな、本当にね。あのね、涙のシーンからのこの生き生きとしたね、このビリ上げ歌って踊る、マジで素晴らしすぎるよね。で、裏返すと、はい、こんな感じとなっておりますと。はい、というわけでね、ビリ上げのね、リアちゃん来てくれました。可愛い、好き。はい、こちらがですね、折り返し地点15パック目となりますということで、まあ、前回に比べてね、なかなかのハイペースということで、次行かせていただきましょう、3日。はいと。お、ようちゃんですね。ブラメルのようちゃん来てくれましたと。いや、いいですね、この敬礼ポーズが本当に相変わらずの可愛さということでね、裏返すと、あー、メガネようちゃん、かわいい。本当に僕自身ね、そのリアルでも二次元でもね、本当にメガネ女子ってめちゃくちゃ好きなんですよ。ほんとかわいすぎる、ようちゃんメガネやっぱ似合ってるな。はい、というわけでね、ブラメロのようちゃん来てくれました。もう極論、メガネの似合わない女子はいないぐらいに思ってるからね、僕自身。はい、じゃあ次行かせていただきましょう、3日。はいと。お、ルビーちゃんですね。はい、前回も来てくれました、ホップストのルビーちゃん来てくれました。ありがとうございます。まあまあ、序盤以外はすごくいいペースなんじゃないかな。序盤にすごいインパクトのあるやつ来ちゃったからさ、まあまあまあ、とりあえず行かせていただきましょう、3日。はいと。お、来てくれました、マーリさんですね。ブラメロのマーリさん、かわいい。やっぱりほんと、もうポージングがいい、スタイルいいしね、マリさんね。で、裏返してみると、はい、かわいい、ほんとにいいわ。もうこのさ、ホップストの、もうこの舞台でのさ、ホップストのシーン、ほんとにめちゃくちゃかわいいですよね。ホップストの前と後、もうほんとに好きすぎる。というわけでね、マリさん来てくれましたと。はい、じゃあね、次行かせていただきましょうか、よいしょ。はい、じゃあ行きます、3日。はいと。お、リコちゃんですね。ブラメルのリコちゃんですね。来てくれましたと。本当に笑顔輝いてますね。はい、というわけで、レアのリコちゃん当たりましたと。はい、じゃあどんどん行かせていただきましょうか。よしお、3日。はいと。お、カナンちゃんですね。来てくれました。スーパーレア。スーパーレア、僕らが走ってきた道のカナンちゃんが来てくれたということでね。いや、いいですね。可愛いですね。で、裏返すと、ほっ、かわいい。なんかこう耳出ししてるのなんか珍しいですよね、カナンちゃんね。いや、いいわ、ほんと。ほんとさ、映画だとさ、いろんな髪型が見れてね、マジで、マジで常に眼福状態だったもんね。はい、というわけでね、スーパーレアのカナンちゃん来てくれました。はい、こちらがね、20パック目となりますと。でね、僕らの走ってきた道はそうですの部分めっちゃ好きなんだけど、わかる？あの部分僕めちゃくちゃ好きなんですよね。はい、じゃあ次行かせていただきましょう、3日。はいと。お、花丸ちゃんですね。まあ、前回も来てくれたんですけど、ホップストの花丸ちゃん、そして裏返すとこの丸メガネの花丸ちゃん来てくれました。めっちゃ可愛いです。ありがとうございます。なんかホップストのカードは前回と変わんないですね。チカチルビーちゃん、花丸ちゃんということでね、次行かせていただきましょうか。よいしょ。はい、じゃあ行きます、3日。はいと。お、お、月ちゃんメモリープラス、やば。いや、この月ちゃんの、いや、このシーンがね、メモリープラスで来てくれて、初登場のシーンですね。月ちゃんが来てくれてましたよ。まあ、かわいい。やべ、今めっちゃ噛みかけたな。
前回はねミュージックプラスが来てくれてね、今回メモリープラスが来てくれるというね、いやありがてえ、裏返すとかわいいビデオカメラ持ってるこのホプストの直前のところですね、かわいいめちゃくちゃいいですね。もうほんと月ちゃんがいてくれて本当に良かった、もう感謝してもしたりないですよねはい、というわけで、ね、メモリープラスの月ちゃん来てくれました。はい、メモリープラスが当たってねもうテンションが上がってきたということで、次行かせていただきましょう。さあ日はいと、おルービーちゃん、ブラメルのルビーちゃんですね。もうブラメルのルビーちゃんはさ、もう何度でも言わせて、このお団子が本当に可愛いね食べ物のお団子より好きだわ。はい、そしてね裏返してみて、あー待ってやーべえ、かわいいちょっと待って、この表情はやばいってあ、これあれか、あのお姉ちゃん、あ、あの光はお姉ちゃんということでねあそこのシーンですね、高いところに登ってあの光を見つけたあのシーン、かわいすぎやばい、本当にね顔もかわいいけど、こういうね本当におしとやかな表情もめちゃくちゃかわいいですよね。やっぱりおダイヤ様はさすが妹ということでね、気品がありますね。というわけでね、ダイヤ様じゃねえなブラメラのルビーちゃん来てくれました。もう本当にね、俺もそろそろ落ち着いて話すっていうことを覚えた方がいいと思う、マジではい、じゃあ次行かせていただきましょうか。さあ日はいと、お来てくれました、ホプストのヨハネちゃんですね。いや本当にさ、このね手パタパタやってる、このめっちゃ可愛いですよねあそこめちゃくちゃ好きです。いやヨハネあーい可愛すぎる、本当にこのシーンもめちゃくちゃ好きでね、このヨハネアーイのやった後のさ、あのね花丸ちゃんがチョコをもぐもぐするシーンあるじゃないですかあそこも好きなんですよね。いや来てくれました、ブラメルの、ブラメルじゃねえな、なんで今唐突にブラメル出てきたかわかんないんですけど、はい、ホプストのヨハネちゃん来てくれました。こうやってねゆっくり話すことも全然できるわけなんですよ。まあこうやることによってね、まあその噛む数もやっぱり少なくなりますしね。だけどなんだろう、自分の持ち味が一つ削られたような気がしてさまあまあまあ、とりあえず噛むのが魅力っていうのもどうかと思うけどね。はい、じゃあ次行かせていただきましょう。さあ日はいと、お来てくれましたダイヤ様やーべ神々しい本当にもうただでも無の状態でさえさ、本当にダイヤ様神々しいのにさ、いやこれ光当てちゃダメだよ、かわいすぎるっていう流した、はいこんな感じですね。はい、というわけでね、ダイヤ様来てくれましたと。はい、じゃあ次どんどん行かせていただきましょうか。さあ日はいと、お来てくれました天使ヨハネちゃんやーべかわいいですね、本当にもうそのチケット全部くださいはい、というわけでね、来てくれました天使ヨハネちゃんです、ありがとうございます。はい、ラスト5パックですね。まだねスーパーレアが出てきていないというところでね、それが誰なのかっていうところですね。では見ていきましょう。さあ日はいと、お来てくれましたヨシコちゃん、ヨハネちゃんですね。いや来てくれましたブラメルのヨハネちゃんということで、いやほんとピースが可愛いですね。というわけでね、ブラメルのヨハネちゃん来てくれました。はい、じゃあ次です、どんどん行かせていただきましょうか。さあ日はいと、お来てくれましたスーパーアリア、ネクストスパークリング、ネクストスパークリングのねルビーちゃん来てくれましたと。なるほどね、こちらもスーパーアリアになっているということで、スーパーアリアって何種類あったっけ、20種類か。なるほど、前回の結果が珍しかったってことですね。前回のこの僕らの走ってきた道はの衣装でしかねスーパーアリア出てきてなかったので、そっかネクストスパークリングバージョンもあったのかね、逆に前回すごかったんだねいやルビーちゃんめちゃくちゃ可愛いですよ、裏返さん、もう本当に可愛い、もう本当成長した姿が本当に素晴らしいですね。1年生で特にルビーちゃんもね、可愛すぎる、もうこれからね1年生の君たちが引っ張っていくんだよ。というわけでね、ルビーちゃん来てくれました、ありがとうございます。はい、じゃあそんなわけで普通のパック最後ですね。もうここでねハイパーライトが来ちゃっても全然いいですはい、じゃあ行きましょう。3人1はいと、おダイヤ様ですね、ブラメルのダイヤ様来てくれましたと。いや本当にお美しいことありがとうございますと。はい、じゃあ皆様お待ちかね、ユーレアスリープタイムということで、こちらですね右側から行かせていただきましょうか。はい、こちらでねハイパーレア以上の花丸ちゃん当ててしまいましょう。行きます、3人1はいと、はいと、はいと、お、おお、本当に来たやーべえもう、振りだと思うじゃんかわいいやーべえ、ついに来てくれたハイパーレアの花丸ちゃんですね、やーべえ、かわいすぎちょっと待って、これ、私服姿やばくないこれ、めちゃくちゃかわいい帽子も似合ってるしさ、そう前回のねそのルビーちゃんも思ったんだけどね、この全体的に黒のね、まあ、服装ということで、こういうのも本当に似合うねまるちゃん、やーべ可愛いで、まあ、ちょっとねさっきチャラって見せちゃったんですけど、はい、このもぐもぐしてる花丸ちゃん、もうね本当にいくらでも食べていいよ君はね、そのもぐもぐしてるね君の姿が本当に可愛すぎるということでね、いや本当にまさかね来てくれるとは思わなかったですはい、じゃあね僕の推しである花丸ちゃんのハイパーレア来てくれました、ありがとうございます。
まあそうなるとね、こちら最後のパックがね、誰が来てくれるのかっていうところですね。まあここでね、ヨハネちゃんを当てて、ヨシマル揃えていきたいですね。というわけで最後見ていきましょうか、3、2、1。ハイト、ハイト、ハイト、ツーボックスで被るで。まあ今回はルビマルですね。このね、黒を基調としたね、このコーデ二人ともめちゃくちゃ可愛いですよね。ありがとうございました。